運動一直線犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室皆さんこんにちはワンちゃんコミュニケーション教室の始まりですナビゲーターはワンちゃんと飼い主さん双方の思いを尊重したフェアトレーニングをモットーとするディンゴの認定マスターインストラクタートレーナー末川義一と ディンゴ認定インストラクターの名護ですよろしくお願いいたしますこの番組はご愛犬との暮らしを楽しむためのアイデアをお伝えする番組になります私たちが所属するディンゴでは支配服従の関係ではなくパートナーとしての関係を築けるよう様々な情報を科学的根拠に基づいてお伝えしております 78.0

よく聞くワードですね。はい、この三点に、えー、的を絞って、はい、死の五の言ってみよう。<laughs> こう思う、あ、思うっていうのを、はい、ちょっと掘り下げていってみたいなと思います。はい、まず、どういうことかというと。このしつけっていうものね、うん、犬はしつけなきゃいけないっていう。はいえー、まあ、どうなんだろうね。ほったらかしはいけないんだけれど、しつけっていうワードに何が含まれているかっていうところが、ちょっと気になって。 例えばほら子供のしつけでもよく聞きますね、はい、叩いたり、はい、えと例えば、えー、家の外に掘り出したりとか <laughs> しつけの一環だって言って私もされた記憶があるけどそういうのは、えー、体罰要はねう、えー、もうあのしつけの延長線上に簡単に含まれてしまうしつけっていう言葉の恐ろしさ。 そういういのがすごく感じんか安いにその怒ったり叩いたり自分の子供だったり自分ちの犬っていうものに、はい、えと所有権が発生しててあのも,ものに対してもそんなことしないんだけれど、うん、あたかもそういう、えー、とその辺のボロ切れを扱うかのような、うん、そういう、うん、なんていうのかな仕打ちを。 延長線上には感じてしまって、うん、しつけっていう言葉自体が怖いなって思うんですよね。そうですよね。はい、あのーうん、結構ニュースでもね、はいはい、えっと子供殺しちゃってしつけの一環でやってたみたいなね、うん、話を聞くんだけど、うん、どう思います？<laughs> 急に降った。<laughs> <laughs> <laughs> ねえなんかしつけ昔はよくそのしつけしつけって言われてましたけどなんか本当にここ数年ですかねしつけっていう言葉に対するそのイメージっていうものがちょっと変わってきたなっていう印象はあるんですよ。なんか漢字にすると体に美しいっ書くじゃないですか多分本来はそういった意味合いで多分その何て言うんですかね印象的にこう。 身のこなしだったりとかうそうですまあマナー的な部分もあるのかななんていうイメージなんですけど、うん、本当に先ほど末川さんがおっしゃってたみたいになんかそのなんていうんですかね言うことを聞かすみたいなちょっとニュアンス、うん。うんうん がなんかちょっと強くななっってきててきるのかなってちょっと感じる部分もあったりしますね,ね特にその、うん、子どものニュースとかだとそのしつけの一環でとか、うん、うんそういったのを聞きますけど、うん、やっぱりどうしても犬に対してこのしつけっていう言葉を使うのもなんだかこう抵抗を感じるような,、うん、うん,なんか近年は。 ね、うん、印象はありますよねあと犬にしか言わないんだよね、うん、猫のしつけとか金魚のしつけって言わないじゃない、ね、金魚聞かないですね鳥のしつけもね、うん、ね猫にトイレ教えるとかそういうのは聞くけど、うん、しつけがどうこうっていうのは要求してないよねね犬には求めますもんね,ね不思議だよねあれね、うん、確かにそうですね、うん、で結局求めてるのしつけって言うんだけれど結局うん ななんか変なお座りを一生懸命教えようとしたりとかお手を教えようとしたりとかねええー、となんか犬本来の例えば本来は吠えるから人間と一緒にいたんんだもんね、はい、でもそれが今や問題行動になっててそれを、えー、と消さないとしつけができていないみたいなね。 でも本来的には犬の仕事は番犬だったからそううい生き物ですねそれでご飯んをもらえてた手に入れてたっていうねその辺のなんかギャップがあってあのぬいぐるみとその辺のご,ご,ごちゃ混ぜ感。ぬいぐるみほど ではなないにしろね、うん、命の感覚が希薄なのかもな,い、ねうん、なんかこのしつけっていう言葉をどういった意味合いで使ってるのかなっていうところなんですけど、ねうん、その言うことを聞かせたいのかしつけって本来、ね、<laughs> そ,うそういう意味合いじゃないと思うんですけど <laughs>、うん、そうだよね。いつからからその いうことをかそのさっきおっしゃってたみたいにお座りをさせるとか本来じゃあ何でお座りをさせるのかっていう <laughs> ところで別にお座りをしないからといって死ぬわけでもないし <laughs> 多分一生涯困るっていうことはほとんどないから。うん、<laughs> 必要があれば自分で座っておしまい <laughs>、うん、っていうところでどちらかというとその関係性づくりであったりとか。 うんまあ、例えば信号待ちしているときに座ってた方が安心だよねとかっていう場面はあると思うんですけれどもそういう,、ね、う管理としてねマナーの方がイメージとして近いのかなって感じる部分はあります。ハウスマナーねーハウスマナーっていう、はいえっと、しつけってでも、えっと、ハウスマナーっていうのかな英語でなんんて言うんでしょうだ、ね、ハウスマナーだったような気がするな、ね。えー かやっぱ人間の子供に対してもその言うことを聞かせたいわけでしつけをしているわけじゃないじゃないですかきっと。多分マナーですよね、うん、こういうところではこうしちゃだめよとかこういうところではこういうふうにするのよっていうふうに、うん。 しつ、ね、けっていうことだと思うんですけどだからそれルールーを伝えるっってこことなんだよねそこに怒ったたりり叩いたりは必要ないんだよ、ねうん、それは、えっと、ルールを伝える側のスキルの問題で、うん、怒ったり叩いたりしないと伝えられないっていうのは、うん、伝える側としてだいぶ劣ってますよっていうことだからね。うんうん、ねなかなかね、うん、うまく伝わらない時に <laughs> まあちょっとねイライラしてしまうこと人間だからあるかもしれないんですけどね、うんうん、そこに。 だろうな暴力とかそういったものは、ねうん、必要ないというかむしろ関係性を壊してしまったりとか身体的な、ねあのまあ、怪我だったり、まあ、事故だったりとかそういうこともないとは言えないですからね。うん、怖いこれだからこのしつけっていう言葉を、うん、何だろうねマナーに変えていけばいいのかねルール作り関係作り。うん なんかね,そう,ね、うん、そういう言葉に変わっていければいいんだろうねもともとはポジティブな意味なんでしょうけどねそうだよねきっとねなんかどこかちょっとネガティブな印象も、うん、やっぱそういうニュースがあるからなんですかね,ね <laughs> なんか特にその犬だけか犬以外もあるのかもわかんないけど、はい、このそのなんていうのかなう えと理解が難しい言葉、はい、それちょっと間違えてるよねっていう単語う例えば「無駄吠え」あ「はいはいはい、無駄には吠えてないからね」<laughs> ああいう,ああいうなんか間違いは正しい言葉を「要求、はいうん、吠え」とか、ね「警戒吠え」とかっていう正確な ええー、吠えの種類を言っていかないとうん無駄吠えて、たまたまにいるみたいだけど無駄じゃないんだろうけど、うん、なんか癖で吠えてないとか、はいはい。吸 <laughs> られちゃうとか,か。そう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 。そういうのはあるかわかんないけど <laughs> 無駄には吠えてないんだよ、ね、そうですね。何かしら多分メッセージは隠されているでしょうからね。ねねね問題行動っていう言葉も。うん 犬からすると問題ではない場合がほとんどだと思うんですよね,ね多分正常な行動の、うん、例えば度が行き過ぎてしまうと人間側からちょっと問題だなって思う部分があるっていうだけで <laughs>、うん、本来はね吠えですとか、うん、正常な行動なんですよね<う>きっとねでそれが必要だからやってるんだよね犬たちはね それが、えー、と必要だと犬たちが思ってしまってるから、えー、吠えるにしろ噛むにしろ引っ張るにしろやってて、うんうん、その必要性を、えー、消してあげれば別に怒ったりたたいたりしないでも、はい、そんな、うん、えとわざわざしんどいことはしないですよっていうことですよね。うん、そこね本当でで、うん、今日読んたに昭和和平成令という感じで はい、あの殺処分の言葉書いてる本をん読んでたんだけど、はい、やっぱりその大好きなんだけど犬のこと大好きなんだけれど犬のことをよく知らないまま飼っちゃって、うん、で「あ犬って、えー、こんなことするの、えー、犬って吠えるの犬っておしっこするの?」みたいなね, <laughs> <laughs> ねあの中には「犬って下痢するの?」みたいな <laughs> そんなんでペットショップに返しに来た人がいたなんていう話を聞いたことがあるんだけどうそういうもう。 そういう初歩的なことさえも、わからないで犬を迎えちゃって。恐ろしいですよ、ねうん。それで、ね、<ー>えっと、こんなはずじゃなかった。いらないって、たまごっちを返すようにう。<laughs> ペットショップに持って行ったり、愛護センターに持って行ったり、みたいなね。心、ね。心。っていうことね。うそう、あのたまごっちって。名護さんとか、わかるの。知ってます、世代。でしたよあ。あ、本当。<laughs> うん。 あれでもほらうちの娘とか卵子死んで大泣きしてたね。可愛 <laughs> い,い。<laughs> まだあれ幼稚園くらいかな <laughs> あでもそう。<laughs> そうそれぐらいかな。私が小学校三年生ぐらいで、<laughs> 私は買ってもらえなかった人なんですけど、<laughs> <laughs> 私は友達がみんな持ってて<ー>欲しいって親にお願いしたら、うん、買ってきてやるよってって持って帰ってきたのが、うん、あの。 なんかギャオッピっていう恐竜のなんか、パチモンみたいな。<laughs> なんか、私だけたまごっちじゃないって。<laughs> それで泣いた記憶あります <laughs> <laughs>。友達に言えないじゃんみたいな、シェアできないしみたいな <laughs>。悲しい記憶です。悲しい記憶です。あ、すいません、脱線しました。いいはい、たまごっち。はい。そう、だからたまごっちなんかはね、その、例えば。 集合住宅で家犬を飼えないとかね、うん、ペットを飼えないなっていうところなんかでそういうものを子どもが要求した時に代わりに、うんうん、与えるっていうのはありなのかもわからないよね、うん、そんなに感情移入するんであれば、うん、そのもし命の大切さを伝えようとするなら。 そうですね、ただその,あの犬猫をそういう子どもの上層教育に使うっていうのもちょっとなんかね私ね酸っぱいものが口の中に広がるというかう、えー、そういう道具じゃないんだけどなっていう別の形で教えてあげて毎日ご飯食べてるんだから <laughs> 命のありがたみってそこでもう伝えられるはずだよとは思うよね。はいはいね 難しい問題ですね。本当ですね。うん、うんうん。あ、卵地から言うとあのアイボ。はい、ああはいはいはい。アイボー今でも欲しいな。<laughs> <laughs> アイボーね今はおいくらぐらいするんでしょうね。ね二三十万でも犬飼うよりは安いよね。うん。ね<え>そうかもしれないですね。まあ、その後ほら別に病気も多分そんなにしないだろうし。うん、<laughs> どう<え>どこまで あるんでしょうねシステムとしてもう今だいぶ進化してるでしょうけどうんどんな感じなんでしょう,う結構正確にシグナルとか出してくれるんですかね <laughs> どこまで、ね、どのぐらいのものなのかっ作ってる側が分かんなかったら意味ないもんねんなんだっけあのバウリンガルあ,あはいはい,いワンちゃんの言葉をそうそう吠えるってあれっていじったことないけどあれってどうなの正確さそうなんですかね私も全然 <laughs> どうなんですかね、どういうシステムなんだろう。<laughs> 何パターンかしかないんじゃないですか。吠え、ねうん、声,声、うん。吠え声だけで、わかんのかな。ねえ、本当ですね。うん、何で、何でやってるんだろう、だって。個体によって。うん、ね、人間と同じで、多分声質とか全然違うでしょうし、うね、長さだったり、うん。怒り方、悲しみ方。うん。うん 喜び方違うかもわかんない、ねえー。でももっと進化してるんですかね、今のはね、ね研究進んで。そういうなんか。うん、えっと、命がそういう機械に変わりつつあるよね。うん,うん。でも機械もなんか愛着湧くとね。離れがたくて。<laughs> そうですよね。うん、<laughs> うちの車ねえっ、ー、と、年を明けるとね、十三年。まるまる十三年経つお。はいはい、えー。もうね、かなり。 えといろいろ借金を通すのにお金がかかる <laughs> 状態になっててう、ね、<laughs> もう歯医者から維,維持費の方がね <laughs> そうでほとんど乗らないから<ー>、うん、もう、うん、まず乗らない <laughs> びっくりするぐらい乗らない,、うん、いからそれを考えるとカーシェアで十分だなって 犬がいた時はどうしたって頻繁に乗るんだけど今犬がいない暮らしだから帰っても金ばっかりかかってでも本当に悩んだけどやっぱりまだ手放せないなあっちこっち行ったもんな道から九もまやでもそうですよ死ぬまでって思いますよね車でら 車検の予約しちゃった。いや、もう。<laughs> もう一、ね、回だけ通してみよう。うんもう一度働きしないと。いや、いや、いや、通せない。いやいやそれで、私も次十四年目になる。<laughs> あ,あ、本当。<laughs> いやそろそろなんか買い替え時かなってワイパー動かなくなったしなダメだゃ先日雨降ってたのにワイパーが動かなくなっちゃって <laughs> 一番早いのしか反応しなくなっちゃって <laughs> <こ>動くは動く小雨なのにすごいすごい一番早いやつで <laughs> たまにたまに動かなくなるって感じで、うん、ああもうそろそろあれかなと思ってそうなんですよ。ちねコンピュータータが壊れたらしくて 車のね車のコンピューターが壊れて今ほらいろんな半導体不足とかいろんなのがあるじゃないだから世界中にもないんだってその新品のパーツが。らしいですね。でそれを結局壊れてるのを外して修理してくれるとこに送っていくらかかるのか20万ぐらいかかるみたいなこと言ってたけど修理だけよそこから車検代がかかるから。 でそれをなあの修理しないと車検通らないらしくてでも調子よく走ってんのああそうですかだからすごい納得がいかない修理なんだけどごめん <laughs> すっごい脱線した <laughs> ただ文句言ってるから <laughs> そうだからその命ねっていうのが戻ってきた戻ってきた犬の命動物の命人間の命も含めて、はい、やっぱりその しつけっていうものはあもうちょっと尊厳を考えていかないと乱用してはいけないし、うんで,ね、できたらそういうのが言葉が出ないような、うん、なんていうのかな犬との暮らし方っていうのがいいよね、はい、例えば山の中の一軒家で犬飼ってたらしつけ別にいらないよね、うん、<laughs> ほたらかしで放し飼いでいいんだもんね、うん、でもやっぱり人間社会の中にいたらある程度ルールを分かってほしい、はい うんうん、でも分かってほしいのきっとルールだよね、うん、ルールが分かってくれるといいわけだからそれを多分しつけっていっちゃってそ,、ねうん、それが通じないとしつけだからで、ね、怒ったり叩いたりってなっちゃうんだろうねそうですねどういう関係性になりたいかっていうところですよね言、ねうん、うことを聞かせたいだけの関係性なのかそうそうきっとそうじゃないですよね<う>皆さんねうん、うん、そう信じたいよね誰の金であの 飯食えててると思ううんだっていう昭和テレビ<ん>漫画なんかにねそういう関係性になるともう嫌だね,うんねきっとそうじゃないですからねみんなそんなこと思ってワンちゃんにご飯あげてないと思うから、ね、<laughs> <laughs> 美味しそうに食べてる姿見て多分皆さんね,ね<ー>愛しいなとか思うでしょうし考えていきたいですね、うん、その言葉の意味を。 だからこのえっと番組なんかもコミュニケーション教室っていう形ね、はい、しつけ方教室じゃなくてね、はい、そうしつけ教室しつけ方教室っていうのがあるんですけどこのしつけ教室っていうのは犬を教えるところだよねはい、はい、しつけ方教室っていうのは犬を飼ってる人、はい、人間に対してこうやって教えればいいんですよっていうことですよね。そのさ、えー、結構大きくてうん、うん 犬を教えるのは簡単そういうはすぐ理解してくれるんだけど、はい、人間がねなかなか、ね、そう簡単には理解してくれないまた家族全員でね取り組んでいかないといけないことなのでね、うん、ねうんそうそう共通の言葉じゃないといけないからね,ね <laughs> なかなかね話通じないやつのところには寄りたくないよね <laughs> <laughs> たまにそういう家族いますよね <laughs> なんか最近動画でも見ましてお母さんが抱っこするとすごいなんかうっとりしてるけど、うん、お父さん抱っこするすごいねみたいな <laughs> 触るなみたいなそうそうお父さん嫌われるよね <laughs> ああうないな、うん、ご飯んくれないしちょっとほら威張るじゃんいちいち <laughs> あのいばるの多分怖いんだよね。 怖いから威張ってるんだよねだって威張ってる人って怖いから威張ってるんだもんね、うん、怖くない人って威張ってないじゃない人間に対してもねそういうなんてあるね、うん、なるほど <laughs> お父さん怖くないよ悲しい悲しいけど犬 <laughs> たちはもう結構ね<の>ご飯あげてるけどなんか来てくれないんですみたいな思えるけど、うんうん まあ多分その接し方も多少なりともあるのか,な、ね、なんか今じゃないっていう時にすごいな <laughs> それでねとかわいいですからねやりたくなっちゃうかもしれないですけど <laughs> うそう犬が好きな人って犬に嫌われる人はそんなに珍しくないよねうどうしてもほら、えー、としつこくなるからね。 で犬が嫌いな人はまあまあ犬寄ってこないし知らん顔してくれるしで、えっと、本当に犬が好きで犬のことを勉強してる人は、えっと、知らん顔するからやっぱり犬が寄ってきてくれるよね興味持ってねはい、はい、会話が成立するからね,<う>ね会話ですよね本当に、ね、コミュニケーションっていうのはね そうだからあの人間がすぐあの言葉で会話をしようとしちゃうからややこしくなるんだろうね犬に対してね。犬がどう話してるかっていうのを考えてあげられるとだいぶ違うでしょうね。犬がもしかしたら話してないと思ってるんだろうね。人間だけが言葉を持ってるみたいなね。まあ言語はそうかもわかんないけれど。 うん、あのコミュニケーションツールとしては、はい、今だって持ってるわけですよね。はい。なんかまただいぶ脱線しちゃいました。<laughs> <laughs> しつけの話しかできなかった <laughs> また、じゃあ、次回ですかね、次<回>続きを。その辺を。いきましょう。はい。はい 犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室、そろそろお別れの時間です。次回もワンちゃんへのコミュニケーションのお話をします。犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室は毎週土曜日夕方5時30分から放送しています。ラジオは FM 那覇78.0メガヘルツ、インターネットはリスラジでリアルタイム配信、FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます。 番組へのご要望、ご相談は犬道楽のホームページ。ゼロ一、I. N. U. D. O. U. R. A. K. U.。数字のゼロ一から始まる犬道楽で検索していただければ、見つかると思います。それでは、また来週、お会いしましょう。ナビゲーターは、ディンゴのマスターインストラクタートレーナー末川と。インストラクターの名護でした。さようなら。